はい、かのっちです。何をしてるかって、ボディをね分解して、この補強を内側からやっていきたいと思っております。ここでね、アームが取れるようになりました。あとビス外すのはね、ここのところとここの2つです。2箇所です。ここは短いやつだね。はい、ここで大事なことをお知らせします。 HS155 はカメラ付きです。このカメラの送信機、これ技適取ってあります。となると技適製品の分解は技適を喪失する恐れがあります。なので分解して中を修理したりする場合は次のようなことを確認しなければなりません。お勉強したところで次の手順に移ります。 SD カードはね取っとこうね。これでシェルが外れると思います。シールが貼ってあるから、はい、このシールをね少し浮かせましょう。はい、来ました。ビス取ってあるよね。ちょっとここが開きづらいね。多分ここの接着剤が自分の木は補修してあるんで、ここがちょっとくっついてるんだね。そうしたら、はい、ちっ
ちゃいマイナスドライバーで優しく開いていきましょう。もうビスはないよね。どうしたどうした。お、ちょっとだけど、なんかある？ああ、そこは接着が少し効いてるね。ここ見えるかな？見えない。ちょっと写真撮る。カッターの力を使ってここを取っていいのかな。はいはい、外れました。はい、こんな感じになってます。